いやー、11月だっていうのね、陽気が良くて暑いですね。今日ね、石行ってきたんですよ。そしたらね、カブママがね、あ、これいいな、欲しいって言って、手袋だって、グローブ。どんなグローブ買うのかなと思ったらですね、これテムレスですね。僕もね、テムレスって言えば、あの水色のね、いかにも作業手袋といった感じのテムレス、夏用冬用という形で持ってるんですが、これは冬用のテムレスですね。裏ボアになってます。雪山やる方とかって結構持ってるんですね。これがね、透湿性能があるんですよ。湿気を逃がすんですよ。にもかかわらず、まあ、非常にですね、防水が効いてて、で裏ボアだということで、冬の行動には非常に有利な手袋、よくできた手袋なんですね。でね、僕は青いやつで、これ青いタイプのテムレスで十分だったんですが、さすがカブママ女ですから、まあ、色違いがあればななんて言ってたのが、たまたま売り場にあったんで買ってきたみたいです。これは2190円だって、石でね。でこれはちなみに L サイズです。でね、僕もね、欲しかったんだけど、青いやついっぱい買っちゃったんでね、そっちやっつけないとどうにもなんないんで買わなかったんですけど、いずれこれに買い替えようと思います。あとね、今日買ってきてないんでお話だけになっちゃいますけど、ここのグローブの袖の部分、まあ裾の部分っていうかな、ここにね、もう一つ生地がついてて、ギュッて絞ればですね、雪が入ってこなくなるように生地が延長してるやつがあったんですね。それは若干高いです。それも売ってました。これかなり売れるんじゃないか。で、笑っちゃうのがね、青いやつは、まあ、ホームセンターで売ってるタイプのテムレスはカタカナなんですよ。テムレスって、登山用品で売るとアルファベット表示になります。テムレスってかっこいいね。まあ、これのご紹介でした。あの、今年の冬ね、カブママこれ使ってみるって言うんで、まあ、それも動画にしたいと思います。はい、ありがとうございました。いや、テムレス最強だなって。まあ、実際こういう状態なんだけど、テムレスの裏ボア付きのやつね、最強です。僕の場合、冬山っていうと、まあ、那須でよくねトレーニングをやるんだけど、まあ、その時も全然問題ないんだけど、ね、マイナス7度とか8度とか、体感はね、今日マイナス10度以下なんだけど、テムレス、これ1本前に撮った動画でね、カブママが、まあ、某石井スポーツで、まあ、これを買ってきましたよというような動画を撮ったんですが、まあ、それの続きです。ちなみにこちらの青いやつがね、まあ、おなじみといっちゃおなじみなんですけど、防寒テムレスですね。こちらをずっと使ってます。まあ、こんな感じでね、脱落防止のあのゴム紐、これ100均ですけど、まあ、これをね、まあ、こんな感じでつけてですね、こうやって使ってます。まあ、外しても落ちないと、まあ、いうような感じで愛用してるんですが、こちらの黒いやつね、かっこいいですよね。まあ、中身は一緒なんですけどね、こう黒になっただけでね、やっぱりなんか洗濯手袋からですね、なんとなくこうアウトドアっていう感じがしますね。はめた感じとかはね、ほとんど変わらないですし、まあ、手触りなんかも同じなんですが、やっぱりもうこれで全然違いますね。これちなみに、あの、着てるのはね、山用のソフトシェルなんですが、やっぱりこっちの方がしっくりきますよね。でね、一回ちょっとスペック的なものをね、おさらいしてみます。まずね、防寒テムレス、これの一番の特徴は、寒くなっても柔らかいと。まあ、どこが柔らかいかというと、この素材ですね。これね、ゴムじゃないってことはご存知の方多いと思うんですが、これ一見ゴム引きに見えるでしょ。これがね、ポリウレタン製なんですよ。で、それでね、マイナス60度、まあ、この辺出しておきますけど、マイナス60度の寒さでも、まあ、硬くなりづらいと、柔らかさを保ってると、まあ、そのような素材で作られてます。実際ね、マイナス60度って行ったことないのよ。当たり前だけどね。
まあせいぜいマイナス10度ぐらいまでなんですが、そこではですねほとんど柔らかさとか失わなかったように思います。でもう一つはやっぱり軽いことです。あの革製やね合成素材いろいろありますけど、これに関してはですね非常に作りがシンプルなこともあってですね非常に軽い、歩いてて落としたのがね気づかないぐらいですね、ほとんど重量感がないと言ってもいいと思います。それとあとはやっぱりね、まあ防寒テムレスの特徴で後ろのボアですね、まあ、裏ボア、これはですね、まあ、こちら旧商品も新商品も同じように裏ボアになってます。この裏ボアがねなかなかあったかい、これが非常にいいですね。はい、で次ですね、やっぱりテムレスのテムレスたるゆえん、この名前からしてですね手が蒸れないということなんですが、この辺にも出しておきますけど透湿防水機能ですね、これがついてると。で透湿防水っていうと例えばねゴアテックスだとかね、まあいろんな素材があるんですが、まあ、こちらに関してはそこまでね優秀ではないと思いますけど、実用に全く問題ないレベルでですね防湿透水します。これはね本当に僕何回も何回もこれ山で使ってるんで、それはね問題ないです。とにかくね手を動かしている時の蒸れを防ぐという意味では、まあ、グローブではこれに絡むものはないというふうに思います。はい、次ですね。あとね、まあ、外見上はまあ色が違うってこともそうなんですけど、とにかくこのロゴですね、はい、まあ、旧商品じゃないけどねこれ青い方のやつは、まあ、分かりやすく昭和防寒テムレスと、まあ、漢字がバシッと入ってますね。まあこれはこれで今思うとかっこいいけどね。で新しい方のテムレスは、はい、テムレスがねアルファベットになったね。で01ウィンターって書いてある。まあ01ウィンター、意味がねウィンターウィンターなんだけど、01って何でしょうね、この辺よく分かりませんが、まあ、非常にかっこよくなりましたね。これ買うままのなんだけどね、どうしようかな、これ全然ねどこも破れてないのよ。だけどやっぱりねもう即買いたいね、黒をね。まあそんな感じでした。はい、今日は防寒テムレスの黒バージョン、これのご紹介でした。はい、ありがとうございました。